酒も飲めなきゃ女も抱けぬ、そんなドアホは死になされ、この世は飲んでが引き受けた、あの世はあんたに任せたぜ、男ウキナーの春男児。わいは女がすっきゃ、ほんまにすっきゃ。世間のやつらはわいのことを女たらしとか御家殺しとか言うけど、アホ抜かせ。女もこしらえんと金ばっかり貯めるやつは一人前の芸人とは言わんわい。うまいもん食うて飲みたいもん飲んで、女が惚れてきたらこっちも惚れたる、これがほんまの芸人や。なんやって、税金払わんよって差し押さえに来たてかい。ああなんぼでも押さえてや。けど言うとくで、そこらの品物に行さん紙貼っても無駄なこっちゃ。貼るんやったらな、わいの口に一枚貼った方が値打ちあるで。わいはな、この春男児はな、口が新章や。人情小話お色気話、口も八丁手も八丁、女房は捨てても捨てきれぬ八方破れの寄せ太鼓、命捨て身の春男児。どいつもこいつもわいの心のわかるやつは一人もおらへん。女房まで愛想つかして出て行き腐った。いわい春男児の値打ちのわからんような女房なんかいらんわい。わいは口座に命をかけてるんや。女房がなんじゃい、子供がどないしたっちゅんじゃい。わいの女房は落語じゃい。拗ねて狭めた何話の空に、なんで丸い月が出る、ほろ酔い記念の屋台酒、よろけて一足また見足、ほろり涙の春男児。